もうこれいいよウッパー層でトイメントイメンもうウッパー層6級層しかないよ想ズの上だろ高いうんいいよ素晴らしく強かったねうんなんかそうですよねなんか今コメントもあったんですけど黙ってるとリーチ飛んできて、うん クリスチックなる形もあるので。そう,そ,う、うん、その通りだね。ん来た。<ー>これは、点点これ、いい<ー>、e、シャンテンなんですけど、はい,はい。2万残すと一気通貫じゃないですか。ん<ー>だけど、1万と3万が1万ずつ打たれちゃってるでしょう。ん<ー>基本的に親の場合は、 苦しい手役を追うよりは、え、リーチピンフでリーチする方が偉いので、はい。これは、2万切ってください。本当です。はい。これをね、間違える人多いです。うん,うん。ペン3万とかになったら上がれなくなっちゃうんで、うん。基本的に親は2面でリーチするのが仕事だと思ってください。9万はいりません。これはいりません。これは、ね、いらないんです。あれもう この形のままが一番受け入れ広いんで。うーん。うん。ピンフになる確率が一番広いんですよ、これが。4連続系ってやつ。うん,う,んうん、うん、うん。これ、これ。そう。これでもリーチしちゃってください。はい。親はピンフでテンパったら全部リーチしちゃってください。はい。はい。まあ、6枚とか切られちゃってたら別だけどね。<laughs> うん。基本はね、苦しい。 苦しい三色とか一通の手役よりは、うん。両面でリーチピンフするのが一番偉いんで、親は。うーん。はい。これで大体勝ちましたね。ああ<ー>大丈夫です。大丈夫です。このチーソーは強いんで。はい。大丈夫です。多分負けないですね。はい。うん。うん。枚数も。はい。 枚数まんまいだし、老僧が3枚見えてることが偉いですね。うーん。ピンチ、数万。危ない。<laughs> 通りました。通りました右の人は僕が、ね。んうん。右の人は。そう、この人何待ってるのか。老僧が怖い。老僧。あ<ー>ロンロン、はい、右の人は老僧が怖い。そうかー。うん、うん、自分が老僧3枚見えてて、 ほら、チーソーで上がれるって言ったでしょはい。で、右の人はサブローソーも6級層も通ってなかったんで、一番当たる確率が高いのがローソー。うん。うん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 。点で読みなさいって言われたら、ローソーって答えなきゃいけないんですよ。麻雀星人は。あー、うん、そう難しい地球、そう、地球人はいいんです。読まなくて大丈夫です。はい。<laughs> <laughs> あ、いい、いいですね。結構いいじゃあいいよ。進めてっちゃっていいよ。<laughs> うん。なるほど。テンテンはこれぐらいの手でいいと思うんだな。あ、そうですね。<laughs> テンテン、でもドラがない、赤がないぞ。う今頃う、ウーマンを2枚か3枚持ってウーハウハーしてる人いるかもよ。<laughs> うん。それもそうですね。そうだよ。なんか、とりあえず、マリアンメンとかが、うん 何個かあれば嬉しいなって思っちゃうので。なるほど。分かった。ーああ、恨めった。恨めったうん、いいよ。まず、一枚目は泣かなくてもいいのかなって思ってる。なるほど。うん。これは一枚目を泣く人もいて泣かないくてもいいし、二枚とも泣かなくてもいいし。うーん。ええー、これは別に勝敗にあんまり関係ないな。 いいよ。ちょっと親が、なんかよくわかんない泣きしたな。うーん。何やってんだろう。わかんない。は、はくとか持ってんのかなおこれ、てんてん、これ何切りたいこの辺切りたい。鋭い。正解。いいよ。はい。うん。鋭い。5ブロックがちゃんとできています。もう、うどうしよう、教えることが。 でここで、もう怖いからチーマン切っとくのはあり。うんうん、まだ間に合う。そろそろ怖いんで。こうなったら白は、あは、ごめんなさい。初は泣いてもいいよ。うん,う,んうん、うん、うん。うん。親が泣いてるので。うん。どうした親が泣いてるどうした いや、阻止して、早、まあ、安いんですけど。上がりたいうん。分かった。あ、これは、えっ、ー、とね、3ピンから切ってください。トンは安全牌なんで。うん。E ピンがもう全部出ちゃってるから、3ピンはめちゃくちゃ怖いのに使えない手なん、ものなんで。こういう時に危なかったんで、3ピンは。はい。うーん。これで一応、トンから切る。で、2万は通るでしょう。 3万がそもそも3枚見えてたから。6万は怖いね。うーん。うん。ポンドって。んてんこういう時ってさ、相手の手をどういう風にさ、はい、ちなみにこれ300秒ちょっと待って。てんてんさ、トイメンのリーチあるじゃん。うん,うん。トイメンのリーチって何が怖いと思うなんとなくでいいよ敵。一点読みしろなんて言わないから。 うん。うん。こういう時はね、点々ね。真ん中のピンズかマンズが怖いと思うんですけど。僕はね、僕はウッパー層と六級層が怖いの、まず。うん<ー>。うん。ピンズで怖いのは、リャンピンが怖い。リャンウーピン怖い、リャンウーピン。うん,う,んうん。それと、えっ、ー、と、リャンウーピンとかウッパー層とか、 そこら辺はめちゃくちゃ怖い。マンズは、マンズはスッチーマンだけ。うだね、あスッチーマンだけ怖いの。うん,う,んうん。うん。だからタカちゃんが打ってるとしたら、うん、スッチーマン、ウーパーソー、うーん、リャン、ウーピン。この三つは怖い。まあ、とりあえず手配が悪いんで降りちゃうか、スーソで。スーソね。うん。なんとなくね、 ソー像は小を持ってるんで、小ーが怖いんだよね。小ー,ー周りが。じゃあもう、数ピン切って降りましょう。とにかく、降りましょう。まあ、この人もそうなんですけど、はい、親が、はい。怖い。<laughs> 親が怖い、わかるよもうこれいいよ、うん、ウッパー層で。トイメン。いイもう、ウッパー層ー6級層しかないよ。 ソーズの上だろう高い高いほらウパーソーこれがあの数層切って安全あの自廃の白を切ってリーチするとやっぱ小層持ってることが本当に多くて、うん、そう小層のまたぎが一番怖いんですよチャンネル登録高評価よろしくお願いしますこっちの動画を見てね